吉田 P、ソニーの力と宣伝のサポートが欲しかったので、FF16 では PS5 で半年間の次元独占契約を結んだ。このような話がこのタイミングで飛び出してきました。では具体的にどういった内容が今回明らかとなったのか、こちらを見ていきましょうか。結構生々しい内容ですね。PC 版の最適化には半年以上かかると、先日ヨシピーの口からですね、 Steam 版、具体的には PC 版の FF16、 こちらを実装すると、そういった話の頭出しがございました。で、そこで4ゲーマーさんがインタビューをなさっておりまして、そこについて深掘りして聞かせてくださいと、そういったねインタビュー記事の内容となっております。で、まず吉田さん、まず FF16 はソニーとの次元独占契約により PS5 版のリリースから半年間は他のプラットフォーム版、こちらを出すことができないと。ただ多くの皆さんはなぜこういった契約を結ぶのか、おそらくご存じないんじゃないかと思うのです。まあそりゃそうだわな。まず今回のインタビューで初めて、中身についてヨシピ責任者が触れてくるわけだから、まああくまで今までは噂であったりとか憶測であったりとか、そういったところでね、ネット上で語られておりましたが、開発者自らがここのところに触れてくることって多分今回初めてだからね。まあそれはね、みんな気になってんじゃないかな。で、フォーゲーマー曰く、おそらくプレイヤー目線だとハードメーカーが契約期間中に自社ハードを売るためみたいな認識だと思います。ヨシピ、もちろんハードメーカーさん側にはそういう思惑もあると思います。ただ我々からするとハードメーカーさんとああいった契約を結ぶのは、まあテクニック的なところですよね。テクニカルなところで支援をいただけると、まあそういったところが非常にね大きいと。で、今回特にハードウェアの、根幹の部分かな、根幹の、根幹まで知り尽くしている、エンジニア集団、こちらの皆さんと一緒に開発ができると、まあ、そういったところがですね大きなメリットであったと。で、特に自分たちだけでは手が回らない最適化などをですね手厚くサポートしていただいてますって書かれておりますね。またマルチプラットフォーム前提で開発しないことにより、作り込みであったりとか最適化に工数を投入することができると、加えてこれもしお金に換算したらいくらになるんだろうというようなプロモーションもグローバルで一緒にやらせてもらえるわけです。またテクノロジーやプロモーションの支援は受けられるなら受けたいものですっていうように、今回は語られておりますね。まあそりゃそうですよね。まあお互いメリットがあるから、こういったね縛りプレイみたいな契約を結んでるわけだから、だからこそあれだけですね FF16、クオリティが高く仕上がったのかなと思いました。まあなんだかんだねいろいろなことを言われておりますが、 FF16 に関してはクオリティはすごいからな。まさに映画のようなゲームみたいな感じで、まああまりゲームって感じがしないよね。で、そんなところで4ゲーマーさん、単純にお金の問題だけでなくゲームのクオリティに関わるからこそこういった契約をされたと。まあ確かにクオリティは本当にすごかったからね。まあ開発費もすごかったんだけど、ただ逆に言うとソニーもさ結構な開発費をこれつぎ込んでたんじゃないかな。まあどれだけの成果が上がったのか正直ねここについてはわからないところがあるけどね。またヨシピ、ただ我々も世界中の皆さんに広くお届けしたいと思っているので、永久的な独占ではなく期間を区切っていただいている。条件はタイトルによってそれぞれ異なりますが、まあ、特に16の場合は PS5 というプラットフォームに対して半年間の次元独占契約を結んだと。一方でそれと PS5 のリリースから半年経ったら PC を含め様々なプラットフォーム、様々と言っても Steam ぐらいしかないんじゃないの。あとは Xbox か、まあとてもじゃないけど任天堂スイッチでは難しいと思うから、まあ任天堂スイッチとはそもそもマッチしないからね。
まあ様々と言われておりますが、実情としましては PC 版、まあ、Steam だけになってくるのかなと思いました。まあそういったところで遊べるようになるというのは全く別の話になると、まあ FF16 はこれまで PS5 の性能に頼ったゲームデザインや作り込み、そして最適化をしていると。で、これを単純にこのまま PC 版に落とし込むと30万円近くするような高価な PC でないと同じ体験ができない。ご存知の通り、PC を使うゲーム環境は人によってバラバラですから、できるだけ多くの環境で動くようにするには PC に向けて相当の最適化をしなければならないと、それをですね PC5 版のリリースから半年でできるかというとちょっと現実的じゃないと。なるほどな、まあ、そういったところで今回はヨシピーが語っておりました。でそこに関しまして、高井さんちょっと詳しい人だとPC 環境で作っているんだから、PS5 で動くならすぐ PC でも動かせるようになるだろうと思うかもしれませんが、意外とそういうわけにはいかないと。あくまで制作環境上 PC で動いている部分もあるよというぐらいですかね。まあこういった形で今回は締めくくられておりました。なのでまあ戦略的に、クオリティ的にですね、まあそういった側面がございまして、今回はこういった独占契約を結んだっていうところなのかなと思いますね。まあ実際本人が言ってるんだから、まあその通りなのかなと思いました。ただ一方で最初から PC で作ったらよかったじゃねえかみたいな、そういった話も出てきていて、まあそこについてはどうなんでしょうね。うん、まあ結構ですね、今回はインタビューなんですが、まあ一方的にですね、ヨシピーが語ってるみたいな内容だったんで、なんかそこについてはわからないですよね。ただ正直 FF16 ってさ、例えば今のタイミングから仮に Steam 版出るとしてもどこまで売れるのか全くわからないからないや正直興味ある人ってもうすでに買ってしまってると思うから、なんかこのタイミングでわざわざ開発費とかあとテストとかを繰り返してね売ってしまうより、なんかもうこれはこれでクロージングした方が良い感じもするけどね。なんかその PS5 版がじわじわ売れてるんであれば、あ、まだ伸びしろあるんだと思うけど、まあちょっと難しいんじゃないかな。まあそんな感じですね。ただ一方でここにも記載がある通り、ただ結果論になってしまいますが、もはやこれって PC と同時開発ができなくなっちゃうわけだから、やっぱりそういった意味だと、今回もですね売上の側面もそうだし、デメリットの方が多いんじゃないか、そちらの方が大きいんじゃないか、双方ですね言われております。デメリットが多くてかつ大きいみたいな。いやーけどこれはねどうなんだろうね。まあ非常にこれね、公式の舵取りというかそういったところが難しいかと思いますが、いやーけど確かにね、まあそうなると、ソニーのテクニカルな部分であったりとか、まあマーケターのマーケティングの部分とか、あとまあ広告宣伝のところとかもそうだし、まあそういったところのサポートがなくなってしまうし、で最適化のところも難しくなってしまうので、まあそう考えると一長一短なところがあるのかもしれませんね。まあ、PC 版で発売すると、おそらく、目先の売上本数、売上金額っていったところは、非常にですね、まあ、有利に働く可能性が極めて高いかと思いますが、一方でクオリティっていう面だと、まあ、やっぱり PS5 に絞った方が、まあ、ソニーの後押しも受けることができるわけだから、まあ、そういった意味だと、メリットもかなりあるのかなと思いましたね。だからまあ今回2つに1つっていう選択肢ではありますが、まあそういった意味だと、この決断ってね、この文章を見てると相当難しいことだったといったことがわかるかと思います。ただやっぱり他のゲームとかだと、普通にね、こういった独占契約を締結せずに発売していることが大半なので、まあそういった意味だと今の時代にはあまりなんかそぐわない。特にまだね、出回ってないプラットフォームに対して、まあ、こういった形で次元契約を結んで出すっていうのはリスキーなんだなと、改めて思いましたね。はい。まあ正直どうなんだろうな。結局なんか宣伝費云々とかテクニカルの話とかいろいろ出てますが、結局なんかね、開発費を大量につぎ込んで、で、社長がですね、スクリーンの決算発表で、FF16 が思ってたより売れなかった。これがですね、今回の業績の低下の主要因であると、まあそうおっしゃっていたように、まあ、結局なんかね、
数字だけ見てみると足を引っ張ってしまってるから、まあ判断難しいよね。ただまあクオリティ自体は絶対にね、独占契約結んだ方が高くなるから、まあユーザー目線というか、なんだろうね、実際にプレイした人からすると、PS5 で売ってくれた方が、まあ結果として得をしてるっていう話になるのかな。はい。まあそういったところで今日の動画一旦終わりましょうか。お疲れ様でした。ではまた。